ほんでもっと離れて相手からぐっと。足ビョンって言ってもそれは俺はやらない、痛めちゃったからみんなに教えちゃったビョン、もっと振り上げるビョンって。じゃあお前らのはさ、上げてるだけなんだよ、振り抜くような感じだよね。止めない止めない、ビョンって背筋も使って、引き上げるんだよ。後ろに足を振ったことによって後ろに突っ込んじゃうのを手で突っ飛ばないだけでぶら下がって倒して、そういう反動を使って前に足をついて勢い殺さず回る。あ、刺すぞてね、止めない、刺すね。あ、お迎えをした手を曲げないんだよ、入る、思いっきり足回して、エンさんとユウさんの王さん作る、もっと3の王さんも作る、そう、頭を下げて、そう、ビョン、そう、もっと遅い、なんで回んねんじゃん、足が下がっちゃってるじゃん、そう、ビョン、もっと思いっきり止める、サッカーやってんだろ、翼くんのドライブシュートだ、翼くんのドライブシュートお前できねえだろ、サッカーは拒絶痛いです、当てて、そう、当てて、そのまま決めて、あ、しながら理論だけは分かった、なんで足を止めるんだ、ブラザーやれや、その両、なんでこう釣り手が上に上がっちゃうんだよ、背中を平らに、ドライブシュート行ってねえの、まあワールドカップ行くんだろ、あと3大会のぐらいに、3だ、あ、すぐ曲がる、やん、ごめんねんだよ、やんってやったらもうすぐもう蹴り上げるのに、やん、そう、またやん、遅い、そこでピョンって、なんで一回止めんだよ、もう歩数は決まってんだよ、そう、そこで止めないんだよ、そこをギャーって上げんだよ、戻れるのに勢
そう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 。100回やったら10回失敗していいんだよ。だけどね、10回やれって言った時1回も失敗しちゃダメだ。確率的にはじゃあ9回成功して1回失敗してもいいのかじゃねえんだ。90回成功してんだから、そのうちの10回は出さなきゃ。でもし1か8かでやる場合は、ね、10回に1回しか成功しなかったら、成功1回目に持ってこい。そうすると相手に迷いが出るから、あいつこんなこともできる、ね、10回やったら9回は失敗するようなことでも一発目にもその集中力で持ってくるようにすると、ね、試合中相手が勝手にいろいろ考えてくれたりする。